これから冷凍コンテナご飯の野菜たっぷりタンメンを作りたいと思います。家にある材料で優しい味のスープを作ることができます。野菜たっぷりタンメンはこちらの深いタイプ 1100ml のコンテナを使っていきます。まず蓋を開けてこの中に材料を入れていきます。まずお水を入れます。ごま油を入れます。鶏ガラスープの素を入れます。お酒を入れます。塩を入れます。はい、ここで次に野菜を入れていきたいと思います。火の通りづらい人参から入れます。次にもやしを入れます。そしてキャベツを入れます。具材の一番上にハムをのせます。はい、そしたら今度中華蒸し麺を一番上にのせます。中華蒸し麺を一番上にのせることによって下の具材が程よく蒸されます。また麺も伸びにくくなります。こんな感じに詰め終わりました。はい、こちらの蓋をして冷凍庫に入れます。詰めて冷凍してチンするだけ、3ステップ冷凍コンテナご飯、ぜひお試しください。